現在史上最強と言われているソフトバンクホークス。多くの人から今後のパリーグはソフトバンク一強だとも言われています。ただ心配されるのは柳田選手の長期離脱です。5月31日の広島戦で右太ももを痛め、右半腱腰筋損傷と診断され、全治約4ヶ月とされています。そのため2024年レギュラーシーズン中の復帰は難しいと見込まれています。このような状況下でこれ以上の主力選手の怪我は避けたいところです。主力が充実していて層の厚いソフトバンクにおいては、活躍できなかった選手にとって厳しい現実が待っているかもしれません。そこで今回の動画では、ソフトバンクホークスで今年活躍がなければオフに戦力外の可能性も否定できない選手を挙げていきます。風間球太投手。風間選手は2021年ドラフト1位でノースアジア大学明桜高等学校からソフトバンクに入団した右腕です。高校時代は小園健太選手、森木大地選手と合わせて高校生ビッグ3として注目を集めました。1年目は2022年5月6日に右肘の張りと右膝の違和感を訴え、リハビリ組に合流しました。しかしルーキーイヤーには彼女がいながら複数の出会い系アプリを巧みに操り、ナンパに精を出す様子が事細かに週刊誌に報じられるなどスキャンダルもありました。その結果、精神的に参ってしまっているようで、球団 OB はすっぱ抜かれた女性問題の影響で昨季は精神的にかなり参っていたようです。そのせいでフォームが崩れていき、ついにイップスになってしまったと聞く。その直後に腰痛です。この投球禁止期間にイップスが治る可能性もゼロじゃありませんが、プロ野球人生でかなり厳しい状況にいることは間違いありませんと語っていました。その後着実に体作りに取り組み、10月6日の3軍交流試合アストロブレイブス戦で実戦に復帰。1回を投げ1安打無失点で好投しました。シーズン終了後には宮崎フェニックスリーグに参加し、11月11日から12月18日までオーストラリアンベースボールリーグのメルボルンエイシズに派遣されました。さらに昨年3月には腰椎分離症を発症し、再びリハビリ組に合流。2軍の公式戦には登板できなかったものの、非公式戦では8試合に出場しました。10月には韓国遠征に参加し、11月下旬から台湾で開催された2023アジアウィンターベースボールリーグにも派遣されました。このリーグでは先発1試合、リリーフ4試合に登板し、計11回を投げて1勝1敗、防御率 2.45 という成績でした。ドラフト1位として大きな期待を背負いながらも、これまで十分な結果を残せていない状況が続いているため、戦力外通告の対象となる可能性があると予想しました。武田翔太投手。武田選手は2011年にドラフト1位で宮崎日本大学高等学校からソフトバンクに入団した右腕です。九州のダルビッシュと称された高校時代は、その長身を生かしたピッチングが印象的でした。プロ1年目には初登板で先発し、5回までノーヒットの素晴らしい投球を披露。最速152キロを記録し、6回1安打無失点で見事プロ初勝利を収めました。ルーキーイヤーには1軍で11試合に先発登板し、8勝1敗、防御率 1.07 という素晴らしい成績を残しました。新人王争いにも名を連ね、最終的に得票数は2位で受賞は逃したものの、特別に優秀新人賞として表彰されました。2015年には25試合に登板し、13勝6敗、防御率 3.17。 そして2016年には27試合に登板し、14勝8敗、防御率 2.95 で2年連続で2桁勝利を達成しています。2015年は WBSC プレミア12日本代表、2017年は WBC 日本代表に選出されるなど、日本を代表する投手として成長しました。しかし2018年以降、一気に成績を落とし、怪我などにより登板機会も減ってしまいました。昨年も開幕ローテーションには入ったものの、結果的に2軍で開幕を迎えました。ただ1軍ではリリーフ陣に大きな負担がかかっているチーム事情があり、リリーフとして出場するようになり、最終的に29試合に登板し、1勝2敗2ホールド、防御率 3.91 という成績でした。そして今シーズンの4月9日にトミー・ジョン手術及び狭視下肘関節形成術を受けたことが球団より発表されました。実戦復帰までに1年以上かかると予想されているため、今季のドラフトで投手を多く補強するなど、チームの状況次第では戦力外通告を受ける可能性も考えられます。田上聡太投手。田上選手は2020年にドラフト5位で履正社高校からソフトバンクに入団した右腕です。
叔父は元福岡ソフトバンクホークスの田上秀則氏としても知られています。高校時代の投手経験は少なかったものの、最速151キロのストレートを記録し、プロ入り後はさらに155キロまでスピードを伸ばしました。変化球としてはカットボール、チェンジアップ、スライダー、ツーシームを操ります。2021年は公式戦の登板がウエスタンリーグでの1試合1イニングのみで、そのキャリアの浅さから育成契約への切り替えを前提に11月25日に支配下契約を行わないことが発表されました。2022年にはオリックスバファローズとのウエスタンリーグ開幕戦で先発し、5回を3安打無失点で勝利投手となるなど、開幕から2試合に先発し2勝0敗防御率 0.90 という好成績を残しました。その後、一軍選手の多数が故障で離脱したことから、2022年には支配下登録されました。一軍では2試合の登板に止まりましたが、二軍では17試合、14先発に登板し、5勝6敗、防御率 3.47 という、次につながる成績を収めました。昨年は二軍で開幕投手を務めましたが、7月に右肘の炎症で途中離脱し、9月に復帰したものの、一軍登板はなくシーズンを終えました。今シーズンもまだ1軍での登板がなく、育成契約を2度経験していることから、育成契約になる可能性も考えられます。リチャード選手。リチャード選手は2017年に育成ドラフト3位で沖縄尚学高等学校からソフトバンクに入団した右投げ右打ちの内野手です。長打力が魅力のあるパワーヒッターで、 NPB のウエスタンリーグにおけるシーズン最多本塁打記録保持者でもあります。和田和弘氏からは、観客を驚かせるような飛距離のある打球とその打撃力を称賛されました。また片岡敦氏も彼の逆方向への打球の強さを称賛しており、一軍でまだ結果が出ていないものの、監督が我慢して何打席か使えば突然結果を出して波に乗る可能性があると予想していました。リチャード選手は毎年戦力外の候補に名前が挙がることが多い選手です。というのも、一軍ではなかなか結果が出せずにいる一方で、二軍では驚異的な成績を残しているため、ソフトバンクとしても簡単に戦力外にはできないのです。2019年の2年目から彼は2軍で結果を出し始め、94試合に出場して打率2割7分9厘、11本塁打、54打点という成績。翌2020年には72試合に出場し、リーグ唯一の12本塁打と47打点を記録して規定打席に到達。本塁打王と打点王のタイトルを初めて獲得しました。2021年も12本塁打で2年連続の本塁打王に輝き、さらに2022年と2023年も2軍で本塁打王を獲得し、4年連続でこのタイトルを手にしています。その圧倒的な成績から、今シーズンはチームの主力として期待されていましたが、前半戦を終えた段階で1軍ではホームランが0本、打点も1にとどまっており、昨年以上に結果を残せていないのが現状です。このまま1軍での活躍が見られないままシーズンが終わるようであれば、ついに戦力外通告を受ける可能性が高まるかもしれません。アダム・ウォーカー選手。アメリカ出身の32歳。2012年ミネソタツインズから MLB ドラフト3巡目で指名を受け、プロのキャリアをスタートさせました。2013年には A 級シーダーラピッツカーネルズで27本塁打を放ち、翌2014年には A プラス級フォートマイヤーズミラクルで25本塁打を記録し、力強い打撃を見せつけました。さらに2015年には AA 級チャタヌーガルックアウツで31本塁打をマークし、長距離打者としての実力を一層証明しました。こうした活躍により、同年11月20日にはルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠に登録されました。その後、2016年には AAA 級ロチェスターレッドウィングスで132試合に出場し、打率2割4分3厘、27本塁打、75打点という安定した成績を残しています。2021年からは巨人と契約し、規定打席には届かなかったものの、打率2割7分1厘、23本塁打、52打点といった優れた成績を収めました。さらにチームでは岡本和真が30本塁打でリーグ2位、丸義弘が27本塁打でリーグ3位にランクインし、中田翔とグレゴリー・ポランコもそれぞれ24本塁打を記録しました。これによりチームからは20本塁打以上を放った選手が5人も輩出され、2007年以来15年ぶりの快挙に大きく貢献することになりました。2023年は2軍でのスタートとなり、ルイス・ブリンソン選手との併用で出場機会が大幅に減少しました。結果として57試合に出場し、打率2割6分3厘、6本塁打、20打点と前年の成績を下回る結果となりました。
2024年シーズンからはトレードでソフトバンクに移籍し、オープン戦では12球団トップの5本塁打を記録しましたが、前半戦終了時点で20試合に出場し、打率1割6分9厘、1本塁打、3打点と打撃不振に陥り、4月30日には登録を抹消されました。ウォーカー選手の年齢や外国人選手には結果が求められる現状を考えると、戦力外となって放出される可能性が高いでしょう。和田剛投手。和田選手は2002年に自由獲得枠で早稲田大学から福岡ダイエーホークスに入団した左腕です。もし和田選手が戦力外になれば、新聞の一面を飾ることになるでしょう。フォロースルーに入った後も、踏み出した足の膝をしっかり閉じて安定した下半身を持っています。オーバースローから投げる彼のボールは出どころが分かりにくく、2023年シーズンの平均球速は 142.6 キロ、最速では149キロを記録しています。またストレート、スライダー、チェンジアップ、カーブ、ツーシームを巧みに使い分け、特にスライダーは横変化だけでなく縦変化も駆使します。2010年までは被打率1割台を記録するフォークも武器にしていました。彼は NPB での通算四死球率が 2.41 と制球力がある一方で、逆球も多い投手です。 NPB での16年間で最多勝利賞を2回、最高勝率を1回、 MVP を1回、そしてベストナインを1回獲得したレジェンド投手で、 MLB でもシカゴカブスで2年間プレーした経験があります。2016年にソフトバンクに復帰してからはすぐに15勝を挙げ、その後も先発の柱としてチームを支えてきました。しかし昨年に山川選手がソフトバンクに加入した際、人的保障のためソフトバンクは選手を放出しなければなりませんでした。一部のメディアで和田選手がプロテクトから外れ、西武に移籍する可能性が報じられました。最終的には下位の選手が西武に移籍しましたが、裏で何らかの取引があったのではないかとも噂されています。真相は不明ですが、和田選手がプロテクトから外れていたのは事実に近いようです。今シーズンの活躍がまだ見られないため、再び戦力構想から外れ、戦力外通告を受ける可能性もあるのではないかと考えられます。もし戦力外通告を受けた場合、彼は年齢的にも引退を考えるかもしれませんが、現役続行を希望するならば来年から他球団でプレーする可能性もあります。ソフトバンクは豊富な戦力を抱えているため、支配下登録選手を選別することが非常に難しくなっています。今季オフにはドラフトで新たに選手が加入する予定であり、また資金力のある球団でもあるため、 FA 市場の注目選手である DeNA の佐野啓太選手の獲得に動くのではないかという噂も早くも浮上しています。独走状態にある中で、これまで結果を残せていない選手がどれだけ活躍できるか注目が集まります。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。